はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシです。今日はお話をちょっとしたいと思います。っていうのは僕のがこの業界に入ったどうしてっていう質問がものすごく多くて、まあ、どこのデモンストレーションの会場行っても講演会の会場行っても、まあ、そういう会場じゃなくても結構聞かれます。かなり聞かれます。これは必ず聞かれます。でなのでちょっと、ね、YouTube では初公開になるかもしれませんが、ちょっとそこのあたりを今日お話ししたいと思います。で僕はですね、もともとお花屋さんの実家のお花屋さんだったんですね。で、まあ、父と母が脱サラで、まあ、父が脱サラで始めた花屋 で僕は小学校3年の時に始まったんです。なので僕は父がこうそこお花屋さんを立ち上げるのをずっと間近で見てきました。ものすごく大変なんです。まあ、そこを見てきたんで、まあ、お花屋さんにはね絶対なりたくない、手伝ってましたけどなりたくないっていうのはあったんです。で、まあ、高校生までは実際ね他のことをやろうと思ってずっと過ごしてきたわけですが、まあ、そこでちょっとこう夢破れて、まあ、大学に進学するわけですけれども、まあ、大学進学したんですけれども、まあ、なあまあつまらない、もう本当にね大学生活ってこう特に文系だったんですけど、文系はこう遊んでばっかりが多くて、なんかすごくつまらないこう刺激のない生活を送ってたんですけれども、まあその中でちょっとお花の今までこう興味なかったお花に刺激が自分の中に出てきたというか、お花にこうすごいデザインがあるということが分かったんですね。それがもう僕の中ではすごい衝撃だったんです。すごい今まで見たことないかっこいい世界があるんだと思って、一気にこう心の光とお花の世界に飛び込みました。もう僕がまあ今の、ここの業界に入った理由っていうのはまあそこなんですけれども、まあ、その先を少しお話しすると、その時に僕はお花のデザインに惹かれましたけれども、どちらかというとこのフラワーデザインよりは生け花に惹かれたんですね。生け花の和のデザインに惹かれました。ものすごくかっこよかったラインが。で、まあ、はっきり言ってこのフラワーデザインって言われるところは全く興味なかったんですけれども、でも僕にとってはそのフラワーデザインって生け花の違いっていうのは全然分かってなくて、もう一緒ごとだったんですね。ただかっこいいのはどっちだって言ったらもう生け花だったんですよ、僕の中では。なのでものすごく生け花の技術をもう本当に今でいう著名な先生方にいっぱい教えていただきました。それもアシスタントっていう形で教えてもらったんで、本当にこう商売をしながら教えてもらうような形で全て教えてもらったんですね。それでそれを全部吸収して当たり前のようにこうフラワーデザインの中にそれを打ち込んだんです。それでできたのが僕の今のスタイルなんですけれども、まあだからこのスタイルって作ろうと思って作ったんじゃなくて、僕がかっこいいものをこうチョイスしていったら和と洋が融合したっていう形で出来上がったスクールです。作りじゃなくてスタイルです。でまあ皆さんに知ってるように、まあ、ここまでずっとこういろんな人のね力を借りて、まあ、来たんですけれども、まあ、だからねやっぱりこうなんでしょうね、偶然もありますし、まあ、僕はやっぱり一番大事なのはね20代だと思います。もうがむしゃらでしたね。なんでしょうね、何にも考えてなかったっていうのは確か、まあ何にも考えてないというか20代って何にも考えなくても頑張れるんですよ。それととにかくかっこいいものを作りたい、誰にも負けたくないという思いで切磋琢磨してきた20代が今の僕のを培ってる全てだと思いますね。なのでね、今ね20代前半の職人ですね、まあ、10代です。10代のもっ
周りのね若い世代の人でもいいんですけど、とにかく20代20代を頑張るとまあこう一生ね、その20代で頑張ったことが自分の身を助けてくれるということになりますね。なんか僕の話からいきなりこう世間にこんな話になって、なんか人生論みたいになっちゃいましたけど、まあそういうことです。なのでこれからもよろしくお願いいたします。では今日は人生でした。またお会いしましょう。 See you next time.